ポプスキー主兵団はイギリス陸軍が第二次世界大戦中に編成した特殊部隊である。正式な名称は第一爆破戦隊、パ。1942年、ウラジーミルペニアコフ少佐がカイロにて設立した。ポプスキー主兵団はリビア砂漠での活動を目的とした襲撃部隊の一つで、後にはイタリア戦線でもいくつかの作戦に参加した。 第二次世界大戦終結後の1945年9月に解散した。1942年10月、ペニアコフ少佐はカイロにてポプスキー氏兵団を設立する。同部隊はジョン・ハケット中佐の提案もあり、1942年12月10日より第八軍府特殊部隊としての運用が始まった。正式な名称は第一爆破戦隊パで、その任務は エルヴィン・ロンメル元帥率,率いるドイツ・アフリカ軍団の補給船を攻撃して、これを阻害することと、エル・アラメインにおけるバーナード・モント・ゴメリー将軍の攻撃作戦を援護することであった。ポプスキー支兵団は、長距離砂漠停心隊と特殊空挺部隊に次いで、設立された三つ目の不正規襲撃部隊である。いずれの部隊も北アフリカ戦線における偵察や、 情報活動に従事していたが、このうち、ポプスキー紙兵団は、最も小規模であった。またペニアコフ少佐は、かつて、LRDF の下で行った、情報活動と襲撃に関して、先行従事賞を受賞している。彼は、リビアアラブ軍コマンド隊を率いて、3ヶ月間も、敵後方に潜伏し燃料補給船の襲撃を、続けたのである。 ポプスキーという名前は当時デイリーミラー紙に連載されていた漫画の登場人物から取られた。舞台の編成時 LRDG の情報証拠をビルケネディ小隊員はペニアコフという名前がコールサインとして使いづらいと指摘した。しかしペニアコフはなかなかコールサインを決められずやがて痺れを切らしたハケットが彼の元へ乗り込み次のように怒鳴ったのである。 ところが、ペニアコフは、それにしようと応じ、イゴポプスキーは彼自身のあだ名としても使われるようになった。ウラジーミル・ペニアコフは、1897年のベルギーにて、ロシア系ユダヤ人の両親のもとに生まれた。ベルギーで初等教育を終えた後、イギリスケンブリッジ大学セントジョンズカレッジに進学したが、そこで、 バートランド・ラッセルに影響され熱狂的なイギリスの支持者となった。1918年、第一次世界大戦の勃発を受けて、フランス軍の砲兵として招集されたが、わずか12ヶ月後には、傷病兵として創刊された。戦後、ペニアコフは、グルノーブルにて、機械技師の資格を取得する。彼は、父親の化学工場で働いていたが、1924年には、 エジプトに移り佐藤生成所を創業した。その後の15年間、彼はアルプス山脈に登ったり、軽飛行機の操縦資格を得て、中東方面を飛行するなど、様々に余暇を満喫した。また、砂漠の探検にも乗り出し、多くのアラブ部族と出会い、その歴史や地理について学んだという。その後、王立地理学会の研究員となった後、 結婚して二人の娘を設けた。第二次世界大戦が勃発した時、ペニア・コフはイギリス空軍及びイギリス海軍に志願しているが拒否されている。イギリス陸軍もまた消極的だったものの、この中年で太り気味で頑固な中年のベルギー人からの強い志願に折れる形で彼を採用した。その後、彼はリビアアラブ軍に中東地付きアラビア語通訳官として、 派遣されたもののこの職に満足せず、リビアアラブ軍コマンドなる部隊を、ほぼ独断で設立した。ラフックは、イギリス人及び、リビア人の将兵によって構成され、キレナイカのアフダル山地を中心に活動した。1942年半ば、留守中に、ラフックが解散されたことを知った、ペニアコフは、カイロに戻ったが、ラフックの作戦を引き継いだ、LRDG から、 襲撃作戦への参加を打診された。LRDG 隊員として従軍中、イタリア軍からの狙撃を受けて、左手の小指を失うが、MC を受賞している。その後、彼は、ボプスキー紙兵団の編成に着手したのである。総兵力は、士官、兵下士官合わせて、わずか23名で、当時の A 陸軍の独立部隊のうち最も、小規模だった。 創設時の将校は、ペニア・コフ、ロバート・パーク・ヤニー、ジーン・カネリーの3名のみで、彼らは、ラフ・キンムジに知り合った、友人同士だった。襲撃用ジープとペニア・コフ。バルカ襲撃作戦にてしかし、ポプスキー紙兵団が、本格的に活動し始める前に、北アフリカに展開した、数軸軍の大部分は、連合軍により駆逐されていた。 マレスラインに対する攻勢が始まると、ポプスキー紙兵団は、LRDG と共同して山岳部、強国の創作任務に従事し、モントゴメリー将軍率いる A 第8軍の精神を援護した。ポプスキー紙兵団は1943年のチュニジアにて投進していた A 第1軍及び米第2軍団と合流した最初の A 第8軍部隊となった。 またカセリーヌ峠の戦いが始まると、ポプスキー主兵団は偵察及び襲撃任務を果たすべく頻繁に投入されるようになり、その際に600名のイタリア兵を捕虜にするという戦果も挙げている。<music> 1943年夏、ポプスキー主兵団はアルジェリア及びチュニジアに配置され、イタリア派遣に向けて LRDGSAS コマンドス、 王立装甲軍団などからの新規隊員募集を行い、その結果として戦力は35名まで拡大され、さらに2個戦闘偵察隊と小規模な司令部が新たに編成された。一時期、第1空挺師団のグライダーを利用し、ジープを装備したポップスキー士兵団をシシリーの前線後方に降下させることが検討されて、いたが実行直前になって撤回された。 1943年9月、ポプスキー主兵団の先遣犯がターラント及び内陸部の事前偵察に派遣される。この偵察により、ペニアコフは第一空挺士団と相対することになると想定されていたドイツ第一高科量兵士団の弱点を発見した。その後、ポプスキー主兵団はその規模を士官、兵科士官合わせて80名まで拡大することが、 認められたが、実際には、イタリア戦線従軍中に100名程度まで拡大していたとされる。ポプスキー紙兵団のユニークな点として、隊員が比較的低階級の将兵で占められていたことが挙げられる。士官も、例外ではなく、ペニアコフラ創設メンバーの3名を除けば、所属した士官は最高でも注意であった。彼らには任務を果たすことだけが求められ、 士官も歌士官兵も共に生活した。他部隊に比べると規律も甘く、上官に対する決令なども日常茶飯事だった。ポプスキー司兵団で唯一定められていた処分内容は現代への即時復帰であった。ポプスキー司兵団は戦闘召喚犯3つと戦術司令部から構成され、非常に大きな自主性が認められていた。隊員は、 水陸両用船、山岳船、落下山降下、爆破、爆破対象、偵察、諜報活動など様々な特殊任務のための訓練を積んでいた。ポプスキー支兵団はその特殊性を生かし、各地で秘密裏に長ければ数ヶ月間にわたり最前線に展開していた。ノルマンディ上陸作戦の展開に伴い連合軍の戦力が疲弊し始めると、 ポプスキー士兵団は武装ジープを用いて、ドイツ軍への襲撃を繰り返すなどして、ドイツ側指導部に大規模な連合軍部隊が展開していると思い込ませようと試みた。いくつかの作戦では、ダック水陸両用車や RCL 艇を用い、イギリス海軍沿岸軍による援護の下で、アドリア海を渡り、ドイツ軍の戦線後方への潜入を行っている。 1944年末から1944年初頭にかけての陶器、ポプスキー紙兵団は各戦線において正規軍の強払いを務めた。敵地に浸透した彼らは連合軍航空部隊に対する爆撃目標の指定、ドイツ軍部隊に対する側面奇襲攻撃、捕虜の確保及び装備の露覚などを行い、キオッチャではドイツ軍守備隊を降伏させている。 こうした特殊任務に従事する際、ポプスキー紙兵団は、しばしば LRDG、SAS、ソイ第一特殊部隊、オースなどの諜報組織及び特殊部隊と共同した。移動に伴い、彼らはロシア人、独移軍捕虜、応答派系内視共産党系のパルチザンなど、多くの雑多な人材を部隊に加えていった。1944年11月、 ポプスキー紙兵団は、英陸軍の第27ランサーズ連隊及び、イタリーパルチザンの第28ガリバルディ旅団と、共同し、ラベンナを解放した。ペニア・コフは、ドイツ軍が発射した、小銃敵団の炸裂により左手を失ったが、この先行から彼は DSO を受賞している。以後、逃亡中だった、新英隊長官ハインリヒヒムラーの捜索や、イタリーパルチザンの武装解除。 オーストリア及びイタリアに進出していた首都パルチザンの退去などを行った後、1945年9月14日に解散が宣言された。この段階で、ポプスキー紙兵団からは、DSO 受賞者が1名、DCM 受賞者が1名、MC 受賞者が6名、MM 受賞者が10名、MD 受賞者が14名出ており、さらに、 英国王ジョージ6世は舞台に対して個人感情を授与している。この文章はナショナルメモリアルアーベリー・トム内のアライドスペシャル・フォーセス・グローブに設置されているパ、メモリアルに記されているパストーリーの内容の一部を含む。ペニア・コフを含む元隊員による著書。階題の変遷も示す。ありがとうございます。